平成21年に新成人となった8名に、成人となっての抱負や阿蘇に求めること、阿蘇のいいところなどをインタビューしました。清田です。とりあえず生きることですね。はい、それだけです。もうちょっと景気をですね、まあ熊本、阿蘇に限らず、その辺です。伊藤です。もっと若者が来れるような町になってほしいなって思ってます。まあ親に心配かけないようにしたいです。伊沢です。目標、抱負は勉強をしっかりしていい社会人になりたいと思います。もっと阿蘇をアピールしましょう。以上です。名前、吉岡雄生です。何でしょう。抱負は20歳になって大人の仲間入りしたんで、しっかり頑張っていきたいと思います。阿蘇市のいいところは、まあ、自然もあって美味しい食べ物もあるんで、ぜひ皆さん来てください。成人に大人らしく精一杯頑張ります。大人の女性として頑張りたいと思います。翔ちゃんと頑張ります。立派な料理人になります。ショーマと頑張ります。結婚します。堀川真希です。こっちでいいんですか。阿蘇に求めることは、せっかくいい自然と温泉とかたくさん食べ物もあるんで、それを生かしていけたらいいなとは思います。あと阿蘇のいいところはやっぱり野焼きかなって思います。はい、この冬が終わって春を迎えるときに、なんかちょっと焦げた匂いと真っ黒な山がだんだん緑に染まっていくのがすごく綺麗だなって思います。いや、なんかちょっと実感ないけど、これから頑張っていきたいと思います。不況にも負けずに頑張りたいと思います。友人や恩師などとの久しぶりの再会もあり、みんな楽しそうでした。